はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは。今回はですね、新三国無双4をやっていきたいと思います。ということで今回はですね、領土の第3ステージになります。どこになりましょうか。孫権様の仇を取ったまではよかったけど、その戦で俺の父領祖が死んじまった。全然笑えやしない。天で立ちの悪い冗談だ。さらに始末が悪いことに、父上を撃った男丹寧が俺たち孫吾の軍に加わりやがった。俺はあんな奴と一緒に戦いたくないっつの。苛立つ俺にはお構いなしで、次の戦が始まる。あ、石壁か、マジか。劉備と組んで石壁で曹操を撃つんだそうで、まあ憂さ晴らしと思って暴れてきますか。領土、父上のことは気の毒だったが、悲しみに沈んでいる暇はない。我らは劉備の軍勢と協力し、曹操との一大決戦に臨むのだ。曹操の大船団は恐れるに足らず、幾重にも張り巡らせている策を連鎖的に成功させれば一気に葬ることができよう。領土、お前は諸葛亮の周辺を警護せよ。我らの運命は東南の風が握っている。奴がその風を起こすまで何としても守り抜いてくれ。この戦、白氷の上を渡るがごとくだ。曹操の大軍を破るため諸君らに課せられた策、必ずや成し遂げてくれ。いざ、この大河に我らの未来をかける。よし、ということで、武器はですね、両節烈痕のチャージ7になります。で、アイテム増えてないね、増えてないんで、長領の配下をまず倒して、そっからなんよな。このね、右下がなんせ早いんよ、負けるのが。そっち向いて突っ込んでったらええんか。難しいな、ちょっと難しいよねこのステージ。こたびの戦、もうアイテムは後でいいや。敵に臨む。みんな周囲の指示に従い、勝利を収めるのだ。敵軍の攻勢が止むまで持ちこたえよ。あ、倒しなかった。で、こいつも倒す。今度は負けねえからな。敵将、撃ち取った。次。で、長領ガン無視で右行きます。でですね、こっからなんやけど、まず細部を倒すか。多分ね、ここの船の橋は壊さないかんなるけん。撃ち取った。で、厳しいね。橋を落としてみないかい。中央の進路を閉ざせばとか言いよる間に、
旦シュレイはガン無視して、一旦シュレイガン無視します。一旦シュレイガン無視して、そう、これでね、右がやばいんですよ、マジで。めっちゃ速いゲーム負けるの。右行ってみよう。ここも一旦無視で、この右下を倒す。これなら間に合うんじゃないか。両頭ぐらい素早かったらいけそうな気がするね。 OK で、多分こいつらが一番早いんで、戦況を見定めるため守りに専念する。いかんな、これもうほとんど新規来るよね、確か。確か来たはず。あ、マジで。いや、今のいける思った。邪魔やな、お前ほんと邪魔やわ。で、うんだがんだ言おったら、お前ハイカどこ行ったん、もう一人めっちゃ上やん。お一人逃げてもよろしくて。ちょっと待ってよ、なんか回り込んできよんのあいつ。当たってないし。君引くのも戦略です。敵将撃ち取った。やばい、新規がマジでバリクソ速い。あいつ速すぎやろ。そんなすぐ行くした、箸落とさないかんのよね。待っとってもええぐらいか、ここ。郊外中央の敵船を占拠せよ。で、右端の橋守ってるやつ倒そう。ここのね、橋破壊するイベントがどれぐらいまで待っていいんかがちょっとわからんのもある。そこら辺が自分の中でネックになっとって、こっちを優先してしまって右が負ける可能確率が上がるのもある。まあまあ待てるんかな。下行く。橋を落とします。で、ここですよ。今度はシュレイが右におる。ガクシンか、ガクシンがおるな。ガクシン倒しに行こうか。何、進路を塞がれただと。お探し、遊撃戦で進路を確保せよ。これ倒しましょう。あれながらうまく騙せたよ。かっこええな、この方と好きやわ俺。この戦、ここからが難儀だね。おい、当たってねえし。どうだい、タフはなったよ、周遊殿。船の動きを封じれば火星の効果は倍増。先ほどの進路の閉鎖は見事だね。よーし、よっしゃ、よし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 。さあ、こっからですわ。こっからサクサク倒していかんと。負けねえからな。敵将撃ち取った。長領が来ちゃうのよね。どうしようかな。シ
シュレー倒して、なんか右から来よんな。とりあえずこの上のシュレー倒すか。ここ OK、 素晴らしい。負けねえからな。敵将撃ち取った。なんだけど右からマンチを清るけど、一旦チョウリを倒したいんで、チョウリを倒しに行こう。ごめん、一気に叩く。一旦チョウリを先に行く。あ、じゃあ加工園か。いいとこに。加工園倒していいか俺。あれ、ごめん、加工園倒していいか俺。いけるな。よっしゃ、行こう。やべ、よし、今回だけは譲ってやるわ。敵将ウルトラマン、どうしよう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 。一旦むしろか。風を呼ぶためこれより祈祷を始めます。よし、祈祷が始まった。で、今回は多分大丈夫やけん、あいつはそう負けんけん、マンチョを倒しに行くか。お前なんか長領が上から来てるな。いやーちょっと待てよ、あいつ諸葛亮の方行ってない、行ってないか。こっち来るかな、来てほしいな。こっち、あ、来んかもしれんな。あいつ倒してくれた、倒してくれるんかーい。よし、チョウリョ倒そう。いける、いける、いける。余裕。余裕のよっちゃん。これで、チョウリョ倒して武器一式取って、上からいつも通りの感じで攻めていったら多分全員生き残るんじゃね？多分いけるでしょう。りょうってやっぱ機動力だけに全然速いね。激アスピードが。おい、長文炎。これ以上、勝手な真似はさせん。よし。まあまあ、うちのウルトラマンも怒っとるぞ。おお、遅かった。反応が遅かった。敵将撃ち取った。 OK、 よっしゃよっしゃ。これでですよ、これで下にも武器があるんで武器取りに行きましょう。素晴らしいんじゃない。もう多分おらんやろ。うわ、テイクがおるんか。テイクがおるな。倒してくれると思うよね。丸ごと飲み込んでしまえ。当たり前のように倒してくれると思ったんやけど。間に合うか。まあどっちにもステータスを上げたいけん、行こう。間に合ってくれ。よーし、敵戦に向けて出発だわい。さあ、生きよった。これ郊外の時はね、なんかね、部下が勝手に自爆するけん、何にもない。家計戦の自爆イベント。イベントあるけど、誰一人喋らんっていう、めちゃくちゃシュールなイベントになっとった気がする。郊外が部下にだけ命を捨てさせるっていう、命は捨ててないんか。命をかけさせるっていう最悪の上司になっとるイベントっていうか、ストーリーですね。来よったな。風起こしよったな。来ましたね。さあ、時は満ちました。
この風に策を乗せ敵陣へと運びましょう。なあ、どうなのかで発生打ち倒す。よし、あれは負ける日もある。敵将、よし、これで上行きます。オッケー、今回は多分全員生き残ったはず。いよいよじゃな。そう、このねイベントがね全くの無音で進むの。よし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 、明るい、すんごい明るい。策は鳴った、全軍反撃開始。次行きます。来い、早急倒す。これ倒せる。さあ全力で来るがいい。速攻を私の得意とするところ。はい、ここは引かねばなるまい。敵将で次ですね。次がこの上のやつね、こいつ倒す。総飛さん、総飛倒せるよね確か。あと全員倒せるもんね。おい、お、珍しい、お前感情論が、お前のようなやつか。私もまだまだだな。敵将撃ち取った。ここや、なんかどっか行けよったぞ。あいつなんかこっち行けよったぞ。これやな、これやな。そうか、このままで済むと思うな。これ強いわ。今度は負けねえからな。OK、 敵将撃ち取った。で上ですね、上行って曹操以外の2人倒して、曹操倒そう。おいおい、余裕すぎるな今回は。今回余裕すぎたな。いけるか、倒せるか、頑張れ。ほんと機動力高い両党、マジで使いやすい。それ相当強かった記憶があるんよ。なんかねめっちゃ強かった記憶があるんよ両党は。もうほんと小学校低学年ぐらいの時やったけど、俺だったらかっこいいのと武器もなんか好きやったし、全体的に使いやすかったけど、めっちゃ使いよった記憶がある。負けねえからな。オッケー、敵将倒すぜ、倒すぜ、倒しちゃうぜ。やばい、激しく攻め立てるぞ。続け。お前マジかよ、ここに来てかよ。直線よ。ね、オッケー、よし、撃ち取った。来い来い、バカ。戦を教えてやろう。あ、やばい、当たらんかも、当たらんかった。
よっしゃ。敵将、終わり。撃ち取った。素晴らしく早かったです。楽勝ですね。今回も楽勝ですね。ガッピが最後かな。曹操軍の船が大河を赤く染める。天下の誰がこの結末を予想しただろうか。我らのこの勝利、後世まで語り継がれようですね。これで曹操の力はそぎ落とされた。パソコンの充電が切れかけとる。この機を逃す手はない。奴が再び力を蓄える前にその波動を断ち切ってしまうのだ。さあ、そろそろ三部劇来てほしいな。移動中に、ああでも悪くないな。移動中にって結構普通にありがたいよね。あ、来たね、鳩。いいや、無双銃の運休これにしよう。無双銃に、あ、無双銃にのがええな。無双銃にしよっか。攻撃ないけど。新しいこの声、かわいい。これこの子かわいない。なんかえらいピンクピンクしいな。元礼かわいいけど置いとこう。さあ、ということで終わります。ありがとうございました。次第4ステージやっていきますんでよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。